ではいよいよこの西の方馬頭と芝居倒していきたいと思います。ではまず部隊、出陣させます。遠い位置にいるのからまず集めて、その後合流してから攻め込みたいと思います。我が部ご覧に入れましょう。アイテムの購入、まあ行ってきましょう。暇ですし。お、ありましたね。さてあとは帰るだけです。まあちょうどタイミング的にも急ぎましょう。他の部隊が揃い始めるあたり。ではいよいよ対芝居の戦闘がスタートです。申し上げます。おお、ここで聴覚がなるほど。さて敵がどう動くかわからないですが、まあ、超人軍でしたらどうでもよいんで、まあ、いつも通り両方から攻めて、敵軍が我が領内に向け、まあ調査、ちょこざいな。まあ、防衛部隊はある程度置いてあるので、この辺りであればなんとかなるでしょう。必ずや勝ってまいります。ではまずは芝居の部隊倒したいと思います。勝利を関羽に恨まれてる。まあ良いでしょう。お任せしましょう。まあここは家計を使って戦う形が良いかと思いますね。ただ敵に挟まれて辛いので少し戻しましょう。平行砲だけとは限らないわ。いやー辛い。囲まれてしまったのは痛かった。関羽と一騎打ち。これは勝てないでしょう。かかってきなさい。清流円月島のサビとなれ。まあそうですよね。敵将。ああ、捕らえられた。さあまずは関羽を倒したい。これでも食らえ。ならこちらはもう本陣に来ちゃいましょうと思ったら敵が戻ってくる。まあそれでも間に合いそうですね、こちらの方が。いや間に合わないね、これどう考えても。駆けつかえるまで待ちたかったのですが、そうも言ってられない。これでも食らいなさい。よし、ここで家計が使えるようになったあと思ったら、このタイミングで回想状態ですね。はい、ではちょっとよその様子を見ましょう。うわー、敵の援軍が7万、これは厳しい。あら、じゃあお出かけの支度ね。なんとか合流する前に倒したいですが、いやー、敵の増援が来そうな気がするけど、いやなんとか先に倒しましたね。連続しての戦い、さてどうなるか。いや敵は本陣に来そうなので、戻りましょう。セイラン持ってきた部隊が全て退却してしまったようなので、おっと敵がおかしな動きを。ああ、これは元こちらの味方ですね。敵に捕らえられてしまったので、おお、ここは女性武将同士。さあ、かかってきなさい。後悔しても知りませんよ。いや、元味方との一騎打ちはちょっと寂しいものがありますが。これでも食らいなさい。やあ。これでも食らいなさい。これでも食らいなさい。なんとか捉えてくれれば。あ、これは有利になりましたね、かなり。あ、といっても兵は減らないんですね。副将とか首相、副将がいる場合は引き継がれるみたいな形になってるようです。いやー、残念、逃げきれなかった。ちょっと増援部隊見てみましょう。兵数は5万と7万、8万、さらに追加で部隊が来ている状況。こちらまだ時間かかってますね。芝居との戦いが長引きそうです。我が部、ご覧に入れましょう。ではここで一旦終えましょう。